通林院は、徳島県鳴門市大間町大谷に所在する高野山、新言宗の寺院。三号は八葉山。詳しくは、八葉山神宮寺通林院と交する。牛日の古神社の別当寺であり、神宮寺は、当時の多くの達中の中の本寺の寺号。別名、種まき具法大師、種まき大師と呼ばれる。本尊は薬師如来、愛善明王。 四国八十八箇所霊場第一番札所奥の院、新四国万太羅霊場第一番札所、阿波北霊薬師霊場第十六番札所。辞伝によれば、奈良時代の天平五年に、行記によって建立されたと伝えられている。かつては、薬王寺、太子隆寺、各林寺、高市禅寺、神王寺、随川院、総合院と並ぶ阿波国八門首の一寺院に、 数えられ、松寺十六か、寺を持つ大寺であった。平安時代前期の大道三から4年に、空海がここを訪れ、住民に、真言の教えを伝えるとともに、農業振興を奨励したと言われる。伝承によれば、空海自ら桑を取り巻い、麦の種をまき、災害の長伏を行ったとされ、これにより、当寺院は、種まき具法大師と称されるようになった。 江戸時代前期の元禄13年前後に大火に、藍蘭の大半を消防した。これ以後、寺院は縮小した。昭和59年に本坊が新築された。なお、本坊の本尊は、愛善明王。本堂の本尊は、薬師如来だが、当時の信仰上の中心は、本堂より一回り大きい大主堂の具法大師である。なお、通り人には、 大谷焼の闘争の文衛門の墓として、洋業関係者の間で大切にされてきた墓があるが、大谷焼研究家の豊田進の調査によって1万7の墓であることが分かり、大谷焼の闘争は1万7であることが判明している。毎年11月の第2土曜日、日曜日に境内において、陶器市、大谷焼用祭りが行われる。ありがとうございます。